はい、皆さんこんにちは、ピタコです。今日は一人で温泉へ行った時の様子をお届けしたいと思います。下呂温泉に行ってきたんですけど、初めて一人で温泉地を巡りました。なのでこれから一人でどっか出かけたいっていう人のための参考に少しなればいいなと思ってます。とにかく一人なのでテンションは低めなんですけど、どうぞ最後までご覧いただけると嬉しいです。ちょっとマニアックな場所なども行っているので、ぜひぜひ最後まで見てください。それではスタート。ひだに塗ります。この次かな、次の電車。はい、早速なんですけど、全然カメラに向かって喋ってないので、アフレコをしながらお届けしたいと思います。8時チェックインだったので、すでに人が敷いてあったこちらの防戦館という宿です。結構老舗の感じですね。お庭が見えそうな、明日の朝楽しみにしたいと思います。はい、というところで一人旅こんな感じです。旅かわいいね。ああ最高。お部屋にあったこれを飲みたいところですが、私は会社にあったこれを持参しているので、ごめんなさいですが、今日はローズヒップティーの気分なので飲みたいと思います。で、結構無色透明なので一見普通の銭湯と変わらないように見えるんですけど、やっぱ入るとじわーっと本物の温泉の感じがしまして、で、露天風呂がすごい結構熱くて、やっぱ源泉の近くだったので熱くて、やっぱこれは温泉だなと思いました。はい、翌日はですね、お庭にある足湯をこちらに覗くところからスタートしました。ちょっとあいにく曇り空だったのでなんですけど、まあ、こちらですね、無色透明ですね。下呂温泉の泉質はこんな感じです。で、使うとちょっとぬるっとする美肌の湯というところで、ちょっと崩して脱ぐのがめんどくさくて手湯で堪能したんですけど、気持ちよいですね。でもすぐにお客さんが来ちゃったので、なんかカメラ構えてるのが恥ずかしくてすぐ退散してしまいました。はい、そしてその後街を歩きつつ、マンホールがすごい可愛いんですよね。いい街、ゲロの街だったり、まあ、いろいろあったんですけど、ここのカエルのマンホールちゃんもすごく可愛くて、はい今10時ぐらいなんですけど、すごい有名な飛騨牛のお寿司をのお店に向かっています。ちょっと雨降ってて、ちょっと微妙に降ってるんで人も少ないですが、でも月曜日なのに結構男の子たちが多い印象ですね。はい、こちらがそのお店で、飛騨牛の炙り肉寿司を出しているところです。かなりネットの情報でもすごくおすすめ度が高いというところで、絶対食べたかったんですけど、開店と同時に行くことで1番目のお客さんで行くことができました。この感じでエビせんをお皿に出してくれるので、なんかそれもまたいい感じですね。手で食べるスタイルのようです。で、こちらは下呂温泉街で初めての肉専門店というところで、創業60周年の老舗らしいんですけど、下呂温泉に来てくださった観光客の皆様にもっと手軽に飛騨牛を提供したいという思いからオープンしたそうです。確かに飛騨牛ってすごく高い
お高いイメージですけど、まあ、手軽に900円という値段でできるので食べられるので、すごく観光客に人気なわけは分かりますよね。でまずはこの赤身からいただきました。ちょっと私味の詳細は分からないんですけども、どれも美味しかったです。まずは私は赤身からいただきました。でまあ一人目のお客さんだったんですけど、ここでレポートを取ることはできず、こうやってアフレコしているんですけど、そこで話してくれよっていう感じなんですけれども、続いて飛騨納豆クトンっていうものですね。納豆を食べて育ったお豚さんなのかな。はい。で、まあ、エビセンについては米も食べつつ、エビセンも食べたいんですけど、バカって割れちゃったら嫌だったの でそしてラストの霜降り握りがまたこれ美味しかったです。もうこの編集してる時もずっともう一回食べたいって思いながら過ごしているんですけど、そして最後にこのエビセンをがまたね、ちょっと脂っこくなった口の中に入れると、とてもそれがこう緩和されてというか、なんかちょうど欲しかった味だっていう感じなので、このセットが大事なんだなっていうのは私は思ってます。はい。であっという間にこんなに行列になってしまったので、やっぱり開店と同時に行くのがおすすめです。で隣のこちらのお店にそのままの足で行きました。ゲロゲロバタースタンドというところで、地元で取れるゲロ牛乳を使ったバターサンドを販売しているお店です。ゲロの生クリームは製造量が少ないため市場にはほとんど出回らないという稀な食品だそうなので、堪能せずにはいられないということで、私はお腹いっぱいになりかけてたんですけど、こちらの2つの商品を頼みました。はい。どちらもね美味しいんですよ。すごく美味しかったんですけど、バターってすごく高カロリーなので、さっきの肉寿司の後に食べるともうお腹がパンパンになっちゃって、すごいなんかこれだけを食べたら絶対超美味しいと思うんですけど、ちょっとお腹がもたれてしまいました。だけどすごく美味しかったので、ぜひ来た際には皆さん食べてほしいんですけど、で結構お土産もめちゃくちゃ可愛くて、普通にここは映えスポットだなと思いました。中にカエルさんなんかいたんですけど、くたびれてたり、なんか結構ここはシュールで面白いなと思いました。でこのゲロゲロバターのお店の隣にも森の小道というお店があって、なんかトトロのお土産屋さんだったり、いろいろこちらも食べるものがあるんですけど、私はもう食べるものは見たくないと思ってこう水を眺めていました。やっぱカエルさんがねいっぱいいますね。でお腹がもう満たされたので、とにかく歩きたいということで、隣にあるこちらに行きました。階段登るのがですね、いつもだったら嫌なんですけど、登りたくなるんですね、お腹いっぱいだと。はい。今ですね、バターゲロゲロバターの店でバターの焼きおにぎりとレーズンサンドを食べて、もすごいバターの口になっていて、ちょっと私はもう年を取っているなという時間、結構2つ食べてお腹がもったりしております。すごい若い子たちが多くて、みんな、私は最初に行ったお肉の店とかも、ちょうどよかったなと思ったんですけど、開店と同時に行ってよかったと思うんですけど、もう若い子たちが並んでまして、この温泉神社に、私は行きたいと思ったけど、ここはさすがに若い人たちは、あまり来ないのか、誰もいないですね。ちょっとお墓に囲まれた、階段を登っていく感じなんですけど、なんかすごい神聖な空気でいい感じでございます。はい。ちょっと休憩して、次のおやつ食べに行きたいと思うので、一旦ちょっとお参りしたいと思います。はい。上まで上がってくるとこんな感じで、すごく見晴らしのいい場所だったので、まあ、晴れてたらここすごく見晴らし良くて気持ちいいんじゃないかなと思います。で曇りでちょっとヒヤヒヤしてたんですけど、で温泉地というこちらですね。で中でですね、ペイペイが使えたので、そこがなんかすごいなと思って、まあ、無人だったんですけど、そこが印象的ですね。はい。でこの後はゲロプリンの店っていうところもあって、これも結構ネットで話題になったので絶対行きたいと思ったんですけど、この行列はもう無理だっていうことで、隣の温泉博物館に行きました。ゲロプリンのお店混みすぎてて多分今日行けない気がするんで、温泉博物館は行きたかったのでそこに行きたいと思います。
渋めですね。温泉にハマってからいつかこういうところに行ってみたいなと思ってたんですけど、すごく来れて嬉しかったです。でホースから出る温泉で手洗いをして済ませてチケットを購入したんですけど、普通に入場券は足湯などもついてきて400円で入れるんですけど、温泉にさらに入りたい人は600円で入れるそうです。でこちらはですね、温泉を科学と文化の両面から紹介する全国でも珍しい場所ということで、日本三名泉の地なんですよね、下呂温泉って。なのでなんかオープンされたみたいなんですけど、館内では温泉をこう科学的視点から見たり、こういう湯の花っていうのがあったりと、なんか面白かったですよ。本当にいろんな温泉のこう、うんちくみたいなものが聞けるというか見れるので、温泉好きにはぜひぜひ行って損はないところかなと思います。やっぱ日本ってこうたくさん温泉地があるので、さらに温泉たくさん行きたいなっていう気持ちがかきたてられる場所ですね、はい。で大好きな鳴子温泉のこけしたちもあっては、こういう好きな温泉地があると結構嬉しいものですよ。で足湯にも入り、戻って温泉街をまた歩いてみたんですけど、結構もうお腹がいっぱいすぎてお店に入る気にはならず、ちょっとそろそろ日帰り温泉に入りたくなってきたので、最初に泊まろうとした水明館というちょっと有名なホテルに行きたいと思います。で元々でこの旅決めたのかなりギリギリだったんですけど、元々この宿に泊まろうかなと思ったんですけど、いっぱいでできなかったので、せめてラウンジには行きたいなと思って、こちらの可愛いスイーツをいただきました。ただいま入浴中、抹茶ティラミスということで、カエルさんがねこう温泉に使ってるような、ね、見た目で結構インスタとかで人気みたいなんですけど、普通に味もめちゃめちゃ美味しくて、食べてばっかりのに見えるんですけど、これはね全然入りました。お腹いっぱいだって言ってどこか店にも入れないって言ってたんですけど、これまで全然行けました。でやっぱ紅茶と一緒に飲むことでやっぱ腹の別腹だなっていうところで、なのでこれはね絶対食べてほしいですね。味もね美味しいし見た目も可愛いしということで、温泉入ってきました。昨日泊まったホテルと泉質はやっぱ一緒なんですけど、ちょっとこっちの方がぬるくて、ずっと長く浸かるにはいいかなと思いました。昨日の温泉の方はちょっと広かったかな、良くて暑かったので、暑いのが好きな人はその防泉館の方がいいかなと思いました。でもここもこの1階の温泉と9階とあるみたいなので、9階はちょっとどんなかどっちか1つしか入れなかったんですけど、泊まったらね多分両方入れると思うんだけど、性質は一緒だったので、どちらもアルカリ性単純泉、アルカリ性単純泉で、透明でヌルヌルしたような感じで、お肌ツルツルになりそうな感じでした。下呂温泉は一種類だっただけなのかな、ちょっと調べてみますが。でもやっぱ今すごいポカポカしてるんで、本物の温泉の効果ですね。はい。ちょっとゆっくりしても今日は早めに帰ろうかなと思います。川の近くに足湯というか有名な温泉地っていうのがあるので、そこに覗いてきます。そこをそうですね、入浴は禁止、足湯限定。朝お掃除をしてるみたいなんですけど、すごい人気みたいなんですけど、なんか人いないですね。でもちょいちょい荷物があるんでいますね。こちら現在は足湯のみとなっているんですけど、周囲には遮るものが何もない中でこう足湯に浸かれるというところで、すごい開放感抜群の場所でした。飛騨川のせせらぎをバックに源泉を堪能できるということで、一切かっこいいもないというところで下呂温泉の名物になっているそうです。ここもなんか結構混んでいることが多いみたいなんですけど、またまたまラッキーなことにこの時は空いてたので、かなり堪能することができました。多分これ晴れてたらめちゃくちゃいい感じですね。はい、なんかすごい開放的なロケーションで気持ちよかったです。結構ぬるかったですね。
ちょっと引きで撮りたかったんですけど、さすがに人がいすぎて恥ずかしくて、そこまでできなかったのを今後悔しているんですが、人がいすぎて無理でした。Vlog。ちょっと恥ずかしさとの戦いですね。で、この後ちょっと合掌村に行こうか迷うんですけど、ちょっと遠いのと、なんか電車の時間的に今乗った方がいい気はしてるので、ちょっと心残りは少しありますが、合掌村はまた、ごてろとか友達と行こうかなと思います。はい。すごい髪の毛とか、何回も収めてもぐちゃぐちゃなんですけど、ちょっと一人旅の様子をお届けしました。ここまで見てくれてありがとうございました。また別の温泉地にも来ながら感想をお伝えしたいと思います。では、最後まで見てくれてありがとうございました。さよなら。